しブータニックようこそ。カビ本日のブータニック、ではごゆっくりお楽しみください。どちらもコリコリしていて美味しいのかな。大体だと好きなんですよね、あの食感。お待ちのいただきとかもってグダグダいけないで早く食べましょう。それではチャンネル登録よろしくお願いします。では直火かの方からいただきます。カビ焼きの方は割とコリコリした食感の後かな、みりんか何かの甘さがきますね。イカの旨味もしっかり感じられて美味しかったです。やっぱり噛むと旨味が感じられますね。こちらの唐辛子の方もそれと同様に噛めば噛むほど旨味が出てくるんですが、唐辛子の刺激はそんなになかったですね。なので辛いのが苦手な人も食べられる反面、求めている方には物足りないかもしれないです。でもあたりは好みが分かれるかな。どちらもイカの食感がきっと味をしっかり感じられて、しかも炙ってあるのは身が引き締まっていて、それよりコリッとした食感を出していて美味しかったです。なのでこちらの点数をさせていただきます。どちらもご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。